こんにちは。ショートハイク続きやっていきます。ですね、一回ちょっとロードし直したらボートがここに戻ってしまったのでまたこっからなんですけども、あとオプションの、あ、これピクセルサイズっていうのがね、実は変えられて、一回ずつちょっと変えていこうかなって思ってたんですけど結構今まで最大にしてたんで、なんていうの、このほら超すごいドット絵みたいな感じのグラフィックだったやつが変えられるんですよ。大中中でこんぐらい、はい、どうだろう、プレステぐらいのゲームになったかなはい、でにすると、まあ、結構こう綺麗な感じの、これも可愛いけどね、に変わります。あ、今日はどうしようかなと思ったんですけど、ちょっと中くらいでやっていこうかなって思ってます。次回最初にしてやろうかな。うんうんうん、全部もなんかいい感じ、ドット絵も好きだし、こんぐらいも好きだし、あのなんかね、綺麗な感じも好きだしってところで、はい、投げかわしき、かわいそうな自分。ボートには一緒乗り、あ、乗ってく？ごほんごほん。なぜ世界はこんなにも残酷なんだろう。私が乗せてあげるよ。え？ほんとに？うん。ちょうどボートを借りてるところだし。やったやった。パパ、私、クレアとボートに乗るんだよ。そうかそうか、楽しんでおいで。クレアってほんと最高。ちょっと待って、準備するから。何の準備？あ、乗ってるいいね、考えてたんだけどね。何を？ちょっとスピード出せない？なんていうか、すっごく早く。出せるよ、ボートの限界まで。やってみよっか。よし、やってみましょう。結構私、荒い。いけ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 。前回どの辺まで行ったっけ？変な島に着いたんですよね、確か。すごいすごいすごい、あ、操作うまくない？ちょっと、あ、うまいうまいうまい。この通り過ぎたんだっけ、ちょっと当たったりはするけど、あ、この通った通った通った。最高速度ってどんぐらいなんだ。あ、なんか人いる？もう初めて来る。ちょっとガンガン立ってる。どう？これだよこれ。パパはこんな風にスピード出してくれないんだ。それで思い出したけど、何日か前に最高のボートチャレンジを思いついたんだ。でもパパはやってみようともしないの。ちょっとやってみない？へえ、いいね。ちょっとここ見てからでいい？そっか、わかった、ごめん。拾っていい？ゴミ。ゴミ。ゴミ何に使うんだろう。ゴミゴミ。ゴミは？スティック、コイン、コンパス、宝の地図。あ、これか。どこかの誰かさんが後片付けもせずに帰った名残。ここ1時間ぐらいずっとゴミ拾いをしてる。誰かパーティーでもしたのかな。ゴミは全部持ち帰ってほしいよ。え？そんなのってひどい。だろ？ああ。私も手伝うよ。もうほとんど拾っちゃったみたいだけど。ほんと？そりゃ助かるよ。ありがとう。拾えばいいか。すごい量だな、これ。ゴミの量すごい、これ。あ、ちょっとちょっとちょ。よし、まだあるかな。ちょうど見えないんだよね。なさそう。取った？これで最後かな。うん、全部終わったみたい。すっごくすっきり。
手伝ってくれてありがとう。どういたしまして。何もくれない。で、麦わら帽子いいね。いいでしょこれ。あ、違う、私が褒めてた。お手製なんだ。かわいい。チョッパーみたい。本当に？それってすごい。帽子って自分で作れるものなの？うん、作れるよ。ちょっと時間はかかるけどね。今度のハンドメイドフェアに向けてたくさん作ってるところなんだ。もし興味があれば。一つ買うかい？いいの？いくらか教えて。値段つけるのって難しいんだよな。100コイン。ちょうどいい値段だと思うよ。お、お金が。その、ちょっとお金が足りないよね。おっと。お金が貯まったら戻ってくるかも。お金ー。お金、あの帽子欲しい。かわいいあれ。戻ってこよう。とりあえずボートで一周しよう。今どこにいるんだろう。私の端っこか。あ、痛い痛い痛い。あ、この辺は、あ、なんかいろいろ落ちてる。あ、いっぱいあるよ、いろいろ。ガンガン当たってるけど、この辺ちょっとボートを寄せて。回ってからちょっとボートの何やら押しよう。金？おー、足りないでも。帽子欲しい。お金がいるよな。ててよし。ててよしよしよし。お金拾い、お金拾い。ここはなんだろう。あ、あそこ掘れるんじゃない？ここ。お金お金。スコップスコップ。あれ、間違えた。手に持つ。掘る。 Wii で掘るか。はい。あれ、あ、なんか出てきた。宝の地図だ。何個もあるんだこれ。うわー、くた、これちょっと最後かな。全然わかんないもんね、まだ地理も全然さ、わかんないから。どうにもできないんだけど。なんかある？あ、なかった。よっしゃー、見えないところに。ずるい、ああいうとこにあるの。天気悪い。あ、これあれか。バケツいる？はい。よし。なんかあるかな。こっち側にもなんかある。見えない。何もないか。かわいい。いいね、このグラフィックも。なんかある。あれ？そっか、ゴム、あ、ここの場所ね。あ、2個目になっちゃった。ロードすればまた何回でも拾えるのか。来た場所か。でもちょうどあれだね、宝掘れたし。よかった。ここね。あれ、ここ来たよね。うわー、すごい。ってことは何回でもお金拾えるか。あ、戻ってきちゃったよ。これバタイだよ。ここにいる、ここにいる。じゃあボートのなんかやるか。よいしょ。
ずっと待たされて退屈だったから自分で戻ってきちゃってごめんごめん。パパには言わないでよ。あ、やってみる。下ろしてもいいってひどいな。やった。クレアってほんとかっこいいよ。ちょっと準備しなくちゃ。すぐ戻ってくるから。何するんだろう。やり方はこうだよ。水面にたくさんチェックポイントを設置してある。ボートに乗りながら順番にタッチすること。2分以内にゴールすればチャレンジクリアだよ。わかった。多分いけると思う。はい、こっち、あっち。2分以内。どこどこどこ。ちょっと取れない取れない。ガンガン立ってる。よいしょ。すごーい。わー、あれダメだった。今のは最高だった。ちょっとクレイジーだったよね。最高にクレイジーだった。あー、エンジンかからない？待って、なんて？ちょっと！なんとかいけそう？ふぅ。あは。もう少しでパニックるとこだった。あれ、ボートチャレンジは？ねえ。ね、すごいあれ。もう一回やりたい。なんか変な音がしない？する。聞こえてるのって私だけ？あ、ダメかも。エンジンからだ。ちょっとやばいんじゃない？そうだな。ちょっとやばいかも。少ししたら治るかも？わからない。やばい。あ、もう。もう！私のせいだ。スロープなんか作っちゃったから。大したことないよ。もし本当にボートが壊れてたら？溺れちゃうかもしれないんだよ。大丈夫。もし爆発でもしたら？爆発するわけないじゃない。でも、誰かに見てもらった方がいいね。パパなら直せるけど。でも、言われてたんだ。スロープには乗るなって。ダメじゃん。あらら。人がっかりされちゃう。あー。他に誰か？他にいないかな？この辺りで。ボートに詳しい人。そうか、きっといるはずだ。ちょっと大丈夫これ。どうしよう。音がすごい。あ、一応加速できるけど。あ、てて。楽しかったけどな。え、これどうしたらいいんだろう。詳しい人か。この人詳しくないよな。爆発なんてしないよね。多分大丈夫だと思うんだけど。登れない。質問なんだけど、あ、ボートの修理について詳しかったりする？ふむ、それなりにね。あ、まあそれなり以上に知ってると言ってもいいかな。ボートに関して言えばね、何でも知ってるぞ。あんなことやそんなことまでな。クレアが想像できる範囲のことは大抵知ってるだろう。なんでだい？あのね、乗ってたボートから変な音がしてて。おやおや、ボートってのは音が出るもんだ。金属の塊の中ではかなりおしゃべりな部類だな。俺に見てほしいのかい？お願いできる？もちろんだ。どれどれ、どんな具合かな。よかった。さあ、これで終わりだ。え、もう治った？
あ、直ったよ。プロペラを元の形に直しておいた。これで全部元通りのはずだ。よかった、本当にありがとう。心配でたまらなかったんだ。どういたしまして。だけどなんだってこんなことに。実はちょっとスロープを滑っちゃって。そりゃすごい。だが斜面を滑るようには作られてないぞ。そっか、もしかしてそういうことができるように改造できない？いい質問ではあるな。そろそろ行かないと。そうだな、やることないけど、とりあえず俺も行かなきゃ。本当にありがとう。やあ、魚釣れた？まだだよ。あ、そう、魚もね。とりあえずじゃあこれで解決かな。というわけで問題は解決したし、だったらもう一度アボートチャレンジやる。今回はスロープなしで。絶対になし。スロープなしの普通のいつものチャレンジやってみよう。やりー。そう来なくっちゃ。前回のことを考えてルールを追加しようと思っていたんだ。ボートを安全に乗れるようにするルール？オッケー、どんなルール？岩や何かに当たるたびに、ペナルティとしてスコアに10秒加算する？どう？いいよ、いけると思う。マジかよ、いけないよ。はい、慎重に慎重に。当たらない当たらない。いいよ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 、うまいよ。おーっと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 、だだだだだ。あー、減速ってないのかこれは。加速しかないんか、ボタン。おっと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 、こっち。あと見えないのがやだ。当たる当たる、危ない危ない。よし、当たらないで。2分とか無理。どこ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 。当たる当たる。終わり？終了。たったの53秒でゴールしたよ。つまり結果はチャレンジクリア。やったやった。ハイタッチ？ちょっと動くのめんどくさい。でも代わりにプレゼントがあるんだ。あ、羽だ。スロープなしでも高くジャンプできるようになるやつ。そうだね。やったー、羽ゲット。じゃボート系はどう？これでおしまいかな。ちょっとさ、中の方とか全然登ってないからさ、旅だと。ちょっとバイバイ、ここでごめんね。つまり何か言いたいかって、ゲームに付き合ってくれてありがとう。それと、パパに言わないでいてくれて。どういたしまして。またチャレンジしてみる？後にしようかな。後でもいいよ。ありがとうありがとう。ちょっと見捨てていこう。ちょっと上の方にさ、登っていってみたいんですね。これは登れない。全然今どこにいるかわかんないけど、どこだろう。なんかあるぞ。またレースゲームみたいのも多分あるはずなんですよね。メテオレイク展望台、ホークピークトレイル、ブラックウッドトレイル。あんな場所あったっけ。わかりやすいとこから登ればよかった。あ、こんにちは。あなたのおじさんが手伝えてくれって。ちゃんと休憩と水分をとってねって。その通りだな。その前にもう少しだけ。あ、おどどどどど、頑張ってね。ちょっとわかりやすい場所どこだ。あれ、あそこら辺も行ってなくない？あ、いっぱい人がいるね。え、今日マラソンに出る？うん、ちょっと今忙しいんだ。どうしたの？
あ、私も参加できるかな。はあ、もうとっくに申し込み終わってる。ルール読んでないの？今日断るのはこれで2人目だな。2人目か。とにかくもう行かなくちゃ。行っちゃった。いっぱいいる。ちょ待って、いっぱいいるな。待って待って、マラソンじゃなくてさ、ここどこよ私今いんの。ちゃんと回ってくればよかった。あ、これもしかして釣りできんじゃない？拾っといて。この辺来てたことないよね多分。どうやって来るんだろうここに。まあいっか、とりあえずここら辺、あ、見て回ろう。よっしゃ、あとちょっとで帽子変えるぞ。こんにちは。よく釣れる？なかなかだよ。今日は釣れる日だね。いいね。それで、その釣りって難しいかな？いいよ、簡単だよ。あ、よかったら教えてあげようか？本当？ほら、俺の指の釣り竿貸してやる。きたー、釣り竿きた。釣り竿を投げるのは簡単だ。ほう、B を押すだけだよ。今持ってんのかな。はい、おお。で、かわいい。その、それで次は何をすれば。待つんだ。ああ、なるほど。あ、これで合ってる？合ってるよ。多分もう一度投げた方がいいかな。それか場所を変えてみるとか。この場所で大丈夫さ。さっきこの辺りで魚見かけたから。釣りっていうのは待つのも大事なんだ。肝心なのは焦らず待てるかどうか。そっか、苦手分野だな。お、お、ほら見てごらん。魚がくっついてる、つっついてる。引いた方がいい？まだだ。食いつくまで待った方がいい。お、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 今だ。はい。どうしたらいいの？押したままなんだって。見てなかった。ね、見てなかった。押したままなんかって言ってたよね。あ、落ちちゃった。なるほど。面白いテクニックだな。ただの事故。大丈夫さ。もう一回やってごらん。忘れちゃダメだよ。魚が引っかかったら？あ、はい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 。これで引き上げ？どれで引き上げだ？浮きが沈んだら、これ押したまま押すんだ。はいはいはい。ちょっともう一回やってみれば。水に落ちちゃった。恥ずかしい。気にするな、それだけ集中してるってことさ。って言ったっけ。ぼーっとしてしまう。お、お、あ、まだダメなのね。
お、釣れた。ぬめり込んだけど魚だ。カワカマス。すごい楽しいんだけどこれ。お魚持ってる？自分で釣った魚だ。さて何に使おうか。見れる、ちゃんと。あ、逃がさない逃がさない。楽しいこれ。釣りレッスンありがとう。お安いご予算。そのうちコツがつかめるようになる。ありがとう。楽しいね。いろんなとこでやろう。もう一回やってもいいな。はい。楽しい釣り。参っちゃったこれ。やばいな。朝ごはんがすっごく楽しみだ。でももうお昼だよ。明日の朝ごはんのことさ、一日のうちで一番うまい食事だろ。時々さ寝る前に考えるんだ。そうするとワクワクして眠れなくなるんだよ。いいね。てんてんてん。釣り嬉しいな。あ、ここからもできるってこと？これできるけどさ、やってみるか。はい。引けるかな。この狭いとこで。あ、落ちちゃった。ここは難易度高いよな。楽しいかも。お、落ちる落ちる。あ、イエローパーチ、かわいい。じゃんこれ。よっしゃー。さてどうしよう。どっからこれ、あれどっから上がれる。ちょっとね、知ってるところから順番に上がりたいんだよね。わけわかんなくなっちゃうから。ここどこよ。あ、ここでまた絵描いてる。ちょっと待って、一回戻るわ。よいしょよいしょ。お金取ってこい。あ、帽子先に買おうかな。あ、羽羽羽羽羽羽がこんなとこにあった。やったー。まさかすぎる。買ったっけ。どこでもないんだっけか。ちょっと帽子を買いに行きますね。着いた。どこだっけってなっちゃったよ。いくらだったっけ。100コインだよ。1つください。ありがとう。はい、どうぞ。麦わら帽子。ありがとう。君が最初のお客さんだよ。お客第一号ってわけだね。すっごく素敵な帽子。帽子帽子。どれだろう。あ、いっぱい。帽子、これか？あ、違うな。お、帽子帽子。これだ。つばのついた麦わら帽子。おしゃれな上に暑さ対策もバッチリ。かぶろう。うわー、いい感じ、いい感じ。あ、この角はさ、あれか、帽子についてんじゃないのか。チョッパーになれるわけではなかったわ。え、でも可愛くないこれ。釣りだからちょっとあれだな。釣りしていこう。はい。
そこ座る位置大丈夫かね。大丈夫、ちょっと溺れない？めっちゃ使っちゃってるけど。これ、はい、なんかカラフル、ニジマスだー。さっきもそういえば違うとこで魚ゲットしたんですよ。マダラカーマスかな。なんか可愛くない？やばいこれ、なんちゅう可愛さなんだこれ。よし、あ、それ魚釣ったからあのおじさんとこ行こうかな。ボートのおじさんのとこに行ってみよう。え、ででで、ここもそれ来たよね。ここは来たんだ。おじさんのとこちょっと運転がちょっとで荒々しいんですけども、まだよくわかんないんだよね。いやー気持ちいい。ちょっと当たってるけどね。こっちだ、そういえば盛り上げちゃったよ。魚釣ったよ。ててやあ、魚釣れた？これどうかな。え、何がいいかな。これそぼいやつ1個渡してみようか。売る、あ、売るか。カワカマスか、20コイン売る。あ、へえ、こうやって売るんだ。これはもうその魚持ってるんだ。その代わりに餌くれんの。餌がなくても魚は釣れる。だから餌があれば早く釣れるんだ。へえ。あ、これ渡していけばいいんだな。イエローパーツだ、10ポイントか。マダラカーマスはやるな。あ、マダラカーマスは俺のお気に入りなんだ。8コインかい。あ、でもこれ、あ、釣りニッシュ持っていけよ。見つけた魚を記録するのに役に立つから。やったー、釣り日誌だって。それで、これで全部かい。まだあるよ、いいやつだ。俺は長いことニジマスから避けられてたんだが、どうやらそれも今日で終わりらしい。20コインだって。今のところこれで全部。嬉しい。釣り竿につければもっと魚が寄ってくる。釣り日誌、釣った魚とまだ釣ったことのない魚両方が記録されている図鑑のようなもの。あ、あと何種類？待って、結構あるな。ザリガニみたいのもある。結構種類ある。これ釣り上げたいよね。ちょっと頑張ってみよう。ってところで、じゃあ今日終わりにしようかな。次回、まあ、釣りしながらですかね。どうしようかな、次回釣りしながら。山登りをしていきましょう。なんで登ったんだろう、今。山を登っていってみようかな。道がさ、全然わかんないから、この家スタートでさ、ここ、スタート地点だったから、ここから始めて、順番に登っていきましょう。はい。では今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。